それでは11074番です。 A10931 A51480 受かりました。重い。おはよう。楽しみだね。そうですね。もう好きなように楽しんでください。はい。じゃあまた後で。めちゃくちゃテンション低い。それは。楽しみ。インサイドだって言葉知ってて、タイへの質問で答えをみんなに当てに行く。高価なものですか。いいえ。粉ですか。いいえ。何ですか？インサイダーだと思った。めっちゃインサイダー。元気が、市民かインサイダーかを伝えてください。顧問です。なのでインサイダーが勝利です。え、誰なの？やば、こいつ。うまい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 。楽しい。これ楽しい。インサイダー楽しい。強い。お疲れ様です。聞いて諦めるね。協定あんま取れてないんで。たくさん食べないようにね。19時からご飯。楽しかった。ちょっとボードゲームしました。いいな。車の中で。とね、東大不正入試疑惑出てきた。弱すぎるって言われた。ちょっとね、弱い。すげえ動くやん。あれカメラマン。カメラマン、やってます。YouTuber 新た？あ、違います。違います。だって鉄道で回してたやん。ちょっと撮らないか。あ、そうっす。 YouTuber はずっとカメラをオンにしないといけないから。あ、いや、決まってますね。おお、インタビューもできるの？いや。インタビューできるの？まあ、昔なんかやったんですよ。え？なんか、放送のアイデアの時。すごい特殊な画角、貴様になってるよ、この YouTuber 新た。見て、うん、これ見て、うん、空気ですね。景色関係なし。関係ない。あ、これか。メキシコやなっていう感じてる。メキシコ感じてます。おお、なるほど。オープン。おー、せーの。これでいいのか。え、ちょっと鬼ごっこしてない？あ、いいけど、懐かしい。鬼ごっこなんて受験終わったって感じするわね。もうこれで受験なんてないからね。あ、でもあれか、就職を除けば。あ、でも就職を移す。よろしく。確かに、頑張ってください。医師免許とかある。医師免許、あ、そっか、頑張れ。医師免許はもう勉強すればいいだけだから。まあ、本当にマジで医師国家試験意外と楽らしい。そうなん？なんかその、基本的に合格率9割。あ、そう、らしいね。てか、まあ進級がむずいみたいな。まあ多分、あれじゃない、大学の授業ちゃんとやってれば取れるんじゃないの。だといいね。え、なんか遊ぼうとして してる。遊ぼうとしてる。バスケする。バスケしようよ。どうにあるんですか。体育館6時までここ。行く。マジっすか。
第一レーン、ヤンキー。はい、第二レーン、よっしゃ、ホーミー。第三レーン、ボーガー。あれ、なんかみんなルールが違う。みんなルールが違う。システムメーター以外やったら何人狼厳しいね。あ、いいですか。でもまあ強人狼で畑強人狼で一番空いちゃダメなとこ空いちゃう。あらーバカもらっ畑畑持ってるやん。大丈夫。最高。穴じゃないっすねこれ。穴よ。穴か。え、今人狼2、3 人狼2、役職3以外全員死。え、人狼チーム勝ち？人狼チーム。ありがとうございました、本当に。というわけで、人狼は田中先生と川原くんでした。家庭科はまあまあの成績だったんで。もう寮の申し込みとかしてる？いや、まだしてない。あ、でもお金は払いましたもん。あ、もう入れることは確定？そうですね、4月の頭から入ります。おお、もうすぐだ。そうですね。これ何ですか？これはさつまいも。じゃあさつまいもとなっております。ラジオの元気くんです。あ、動きます。動きます。料理長指示したらって。指示したらって。料理長指示を。料理長指示を。頼みます。料理長よく呼んで自分でやってほしい。元気くん、アヒージョ担当。なんだ。ヒルちゃん、パンダくんが来ました。あ、ヒルちゃん、じゃあ、これ、あ、肉焼こう。はい。これを混ぜて、あと、ヨーグルト。多分、イカツが入れたら美味しいんだから。ね。いいよ。イカツ、イカツ、イカツ。もういい。シーはもう終わってる、終わってる。あと1個ぐらい、チキンも。もうちょいかかるぐらい。もうこうやって、こうやって、こうやって、こうやって。オッケー。改めて乾杯。東大入って多分最初の壁が折り合宿みたいなのがあるんだけど、その上なんていうの、上蔵とそう一緒に修学旅行みたいなのがあって、なんかするんですね。そこで夜みんな自己紹介させられて、ちょっと一発芸みたいなのさせられなかった。いや、なんかあります。ちょっとあるって。いやいや、あ、みんな語学スペイン語。あ、そっか、選んだ語学スペイン。みんなスペイン。フランス語。フランス語。え、小柄の道に。まあ、ぽいけど正直クラスの女子率さ関係なくなるよ。まあクラスだ。どうせサークル行くから。リーチとかだと知るんですよ。ダンクラは嫌だって思ったら、リーチとしフラグをスペイン語にしようかな。ああ、え、だってさ、別にクラスでなんかあるってあんまなくない？いや、でも女子がいるだけでまとまりが出ます、うん、え、そうなの？本当に。え、女子がいたら集まろうってなる。集まる機会が。ああ、確かに。女子さんになってるやつね。あ、確かに、やんなきゃ。なんかそれ。あ、花火だー。はしゃいでほら。君には何が見える？命の儚さです。はい、何色？今色。これはどう？ドリームじゃね？やばい、科学やってないからわかんない。文系締めないで。科学で文系締めない。いや、化学、いや、理科系でやるはずなんですよ。今何で言う？でも僕はね、化学取らなかったんで。あ、まだ一人いないんだ。よいしょ。
トイレすごいあったかい。暖房ガンガン効いてる。どこにあるの？向こう。あれ？本部の。いや違う違う。トイレの横にある。トイレの横にある。まあ、ガチであったかいよトイレ。あ、寝てる人いる。あ、トイレあったかかった。ね。トイレあったかかった。ガンガン暖房効いてる。あ、怒った。これ回ってんの？カメラ。いや、あ、多分回ってる。はい。それ寝よ。寝よ。え、そっちじゃない。そっちの方がまあいいか。現役で受かるのすごいよみんな普通に。いやでも浪人で受かるのもかなりの。うん。しなの。割合で言うと浪人の方が少ないからね。まあね、浪人だから。うん、大多数はキープで無理で、少しだけ落ち成績落ちてダメになるやつがいて、まあそしてほんの少しが受かるみたいな感じだけど、よかったじゃん、ほんの少し入る。まあね、本当に時間は気をつけて使わないと、多分本当紙一重だと思うんだよね。開示出てみないと分からんけど、もう40点だから上がりまくってんじゃん。そうね、ま、でもね、ま、言うて多分ね、周りが死んだ多分文系の場合は。相対評価だから。まあね。え、みんなスターで結局働くんだっけ？まあ向こうの許可が出れば。うん、なんかね、2期生とかにまたなんか教えるんだろうから。ね。やりたいね。英語と歴史だったら。君何ができるのっつってさ、圧迫しろ圧迫。俺に忠誠心誓える。ブラックすぎる。でも俺チリなら任せてほしい。チリ。センターチリも2週間でしたけど。何点取ったんだっけ結局？ 83。 あ、まあ今よくはないっていうかさ、来年から歴史は歴史総合とかなんかいろいろ変わるじゃん、なんか、ね、理科も、うん、チリも、まあチリはどうなんか知らんけど、情報っているのかな。うん、まあてかあるからやんなきゃいけない。まあてかその情報教えれるやつがいるのかな。まあいる、いるんだろうけど。いらないよ、だって教授だよ。いや最初絶対あんまり みんな受かるとは思わなかった、ね、そんな未来見えなかったけど、うん、俺以外全員受かりそうだな。まあ言うてね、なんだろう、あるとしたらなんか俺だけ落ちてみんな受かってるとかあるかなっていうふうに思ってる。私もそれ思ってた。大体みんな思ってんのかな、そういうふうに。そうかもね。まあ言うて多分落ちるもんかってずっと思い続けたやつ多分受かるんだよね。誰になんて言われようがさ、 お前はもう点数足りんから落ちるぞみたいな感じのこと教典とかで言われてもさ、何をって思ってさ、で二次で まくれるように猛勉強するみたいな。まああんまりそれは理想的な受かり方ではないけれど、実力も大事だけど、受けてみてさ、それ以上にその本番で自分の実力をどれだけ万全の状態で出し切れるかっていう、そういうメンタルもね大事だったよね。なんか最初の科目終わったら結構楽じゃない？まあ、うん、でも言うて俺さ、1日目終わった後さ、ホテルに帰ったら手の震えマジで止まんなかったよ。止まんなかった。確かに、そっか、国語と数学、国語なんて分かんないし、数学はなんかね、やばいことになったから、うん、俺はね。でもやべえ、これ明日でいい感じに回らないと落ちるなって思いながら、うん、まあ寝た、まあなんとかなったわけだけど結局は、うん、俺ね、京都も二時もなんかね、一週間前マジでえっぐいストレス溜まって緊張して、あのめっちゃ欲しいのができたんだけど、そのまあどうにかメンタル整えて2日と、ん？ 1 日目も1時も2時もね、めっちゃ平静でいけたから。それいいね。まあ発信できるレベルっていうのはまあ苦労したんだろうけど、マジで、まあなんかあとこんだけ頑張ったからいけるでしょみたいな。あーね、そういう安心感ね。そう、発信できるまで頑張ったから。そう、確かにね。そのちょこちょこそのね、体育会系のノリあるよね。マジ、うん、俺も感じるけど、そのなんか風でするぐらい、なんか、そっか、言ってたね。えー、そうなの？あ、そうなんだよね。いや、俺はもう、風邪は絶対ひかないように。まあ、それは調節するしかないなって。これ言っていいのかな？うん、え、来年、だからみゆさん、うん、ねえ、頑張ってほしいけれど、ほんまにね、本当に。いや、東大受かりそうだけどね、みゆさん。ねえ、頑張ったら いけると思う、普通に。一日、マジでなんか、16時間ぐらいです。やばいよね、あれ。すごいよね。しかもなんかストイックだから絶対もったりしてない感じの、なんかガチのやつ。スタプロで見れてた。そう。受験生にアドバイス一言ずつ言っとく。あ、じゃあ私は元気から言っとく。
寝てるんじゃないですか、彼。寝てすね、ちょっと。まあ、いっか、いいんじゃない、これね。はい。お疲れ様です。お疲れ様。電気どれかな。よいしょー。あ、いいん低くない？はい、おやすみなさーい。